絵本と読み聞かせのお時間です。だーれ？これですね。これなんだ？ねえ、これ何？グエア。グエア。グエア。そうです。カエルでいいのかな？ねえ、ママこれカエル？これカエル？カエルかな？カエルかな？まあまあ、これはカエルかな？アンパンマン。アンパンマン。カモクと。アンパンマン。もうじゃあラスト。改めてこんにちは。出したよ、ダイオのエクボ。とてもチャーミングなフリーペーパーですけれども、どうやら何かしらの対象を取られたらしいですね。詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、スミセイの、未来大賞文部科学大臣賞をいただきました。うわ、なんか知らないけど出てそう。すごい。これまでどのような活動をされて、お母さんたちが、子育て支援の情報を集めるというフリーペーパーを今9年目の活動を続けて。そうなんですね、はい。どのようなお母様たちがこのチームに所属されているんですか。ですね、保育士さんとか大学の先生とかカメラマンとか栄養士さんとか、まあいろいろです。まあ自分たちが子育て中なので、メインはまあ自分たちが欲しい情報はみんなも欲しいだろうというか、お互いで情報をシェアするみたいな。いや、その日々生活している中で感じていることとかが一つの器の中にこう溜まっていって、でそれをこう紡いでいくと形になって表に。なるほど。こうやって情報を共有することってとっても大切なんだなと思いますね。目標はそうですね、今いろんなお母さんたちがこう活動を参加してくれてて、みんなそれぞれこう得意なことあるんですけど、これをもっともっと活かした面白いことができていったらいいなと。あと世の中のお父さんもですけど、周りの人みんなで子育て楽しめるようにやっていきたいなと。ご協力をよろしくお願いします。なんかルリーさん乙女な感じで可愛い。琉球新報スタイルで、こんなお母さんたちがいろんな目線から子育て情報のコラムの方を発信してますので、よかったら読んでください。何国のどこ人だ。